こんにちは追っかけ情報局員のです BE:FIRST と INI のデビュー曲交換スペシャルということで、すごく楽しみにしてます。この情報がアップされた時に、いや、まさかまさかで、ね、本当にこんなことが実現するんだなと思ってびっくりしました。あとはその、ま、交換をしてパフォーマンスをするということだったんですけれども、 ダンスだけではなくて歌も歌いながらのパフォーマンスっていうもう本当に丸々の交換パフォーマンスなんだっていうところにもあすごいなと思っていや感動してしまいましたいや本当に実力のあるグループ同士じゃないとできないこのコラボですよねはいえ今現在 b ーファース t t v の公式さんの方からリハ映像が順次アップされていましてメンバーのコメントですとか、えー、ダンスの練習風景などを見ることができます b、えー、ーファーストのリハを見ていると、えー、一番最初の曲の部分のフォーメーションなんかも見ることができまして もうすでに INI さんとはフォーメーションが違うんだなっていうのが見て取ることができます。11人と7人という人数の違いがありますので、そこをどんな風に表現するのかっていうのがすごく楽しみです。11人のパフォーマンスということで、 INI さんのダンスプラクティス動画を見ると分かるんですけれども6人と5人の2チームに分かれてパフォーマンスをするっていうところが結構あるんですよね。で、えー、前に1チーム目が来てこうガツガツっと踊った後に、こにバッとサイドにはけてそのタイミングで後ろのチームがぐっと前に出てきてまた力強いダンスを。 パフォーマンスするっていうようなところもあったりして7人でこのフォーメーションこのパフォーマンスをどんな風に表現してくれるんだろうと思ってすごく楽しみですあともう一つびっくりしたのがハンドマイクでしたいや今回もハンドマイクでパフォーマンスされるんですねあの INI さんのダンス 難しくて早くて、えー、激しいっていうのを、えー、シットキングスのズキさんがご自身の YouTube とかでもお話しされていていや本当に素人目で見るとこんなに激しいダンスをハンドマイクを持って踊ったらなんかマイク途中でポーンって飛んでっちゃうんじゃないのかなって思うぐらい本当に。 本当にあの手の動きも激しいんですよね。あの、そこをどうマイクをさばいてパフォーマンスするのかもすごく楽しみです。踊るって考えるとマイクって結構重たいと思うので、うーんあの、そうたくんが原曲をリスペクトしつつ、こう、自分たちのビーファーストの色に染め上げて いけたらっていうようなコメントをしているんですけどもそのハンドマイクを使うっていうところもそういったこう B ファーストのこだわりの一つなのかななんて思いながらリハ映像を見させていただきました、えー、こちらテレビのこう、えー、放送まで連日、えー、各チームのリハーサル映像をアップしていくということですのでどんどんこう期待値が高まっていって 本番のパフォーマンスを見るというのが楽しみですね。はい、B、えー、ファーストのギフテッドのダンスプラクティス動画と、INI さんのロケティアのダンスプラクティス動画を下に貼っておきますので、ぜひまだ見ていらっしゃらない方がいたら見ていただければと思います。以上、ボンでした。